はい、こんにちは。ということで今日ご紹介しますのはネストさんのバカンゼ1ということになっております。いや、これちょっとあんまり僕の口から言うことではないと思うんですけれども、ネストさんってですね、公式で動画を作られてて、バカンゼ1にもその公式の動画があるわけなんですけれども、有名なタレントさんを使って、作ってあるその動画が2万2000再生ぐらいなんですよね。そのバカンゼ1とママチャリとこう乗り比べてみましたみたいな、僕がこの前作っている動画が、バカンゼ1の素晴らしさを皆さんにお伝えしたあの動画が2万8800再生ぐらいになってるわけなんですよ。これってね、いや、もう僕の口からあまり言うのもあれなんですけど、もうそろそろ僕にオファー来ていいんじゃないかなってね、思われるでしょ思われるでしょ、僕の口からあまり言うことではないんですけど、そういった皆さんのお気持ちはこの動画のコメント欄に書いていただくときっとね、ネストさんっていうか穂高さんに届くと思うので、ね、もうほら分かるでしょね、2万2000対2万8000の、ちょっと低レベルの戦いでありますけれども、もう個人の小さな九州の小さなお店が頑張っておりますので、どうぞね、よろしくお願いします。ということで2020年モデルからご紹介してますバカンゼ1、バカンゼ1 バカンゼ1、これまだこの前間違えてたんだよな、バカンゼ1ですよ。入門者向けのクロスバイクとしては今一番の注目株ということになっております。いろんなことが起こっておりますので、今のところで言うと装備価格、そういった面から見ると注目と思います。いつまでそうなのかとかいうのは分かりませんけれども、とにかくクロスバイク使って通学とかね、通勤とかしてみようかなと思っている方はぜひご覧いただきたいと思います。アルミのフレームでネストさんこだわりのフレームの部分がここになっております。ちょっと横に変形させたりすることで、クッション性を良くしていますというのが売りということになっております。こういった部分にもちょっとこだわった部分出ておりますので、フレームの見た目もですね、ちょっとかっこいいですよね。フロントフォークはアルミになってます。フレームサイズが3種類になっております。フレームサイズ500、440、380ですね。190センチから145センチの方まで対応できるということになってますから、結構幅広い方に楽しんでいける3サイズが用意されております。で、カラーなんですけども、ホワイト、ブラック、ブルー、ガンメタ、パープル、5種類用意してあるんですけども、5種類全部用意してあるのは440のサイズのみで、500と380には用意してあるカラーがちょっと抜けておりますので、こちらでご確認いただきたいというふうに思います。今日はフレーム500、カラーがブラックで用意してます。艶消しの具合が非常にいいですね。重量が500のサイズで 10.1 キロということなので、これだけでも十分軽いなというふうに思うんですけども、フレームサイズが小さいものやったらもしかしたら10キロ切ってるかもしれないので、初めてクロスバイク触るっていう方にとっては本当軽い自転車というふうになってくると思います。で、パーツの方を見ていくと、ボトムブラケット、このフレームの中心の部分が BSA さんのものが使われております。クランクはプロホイールさんのもので3枚ですね、48、38、28、チェーンガードがついてます。巻き込み防止ですね、こういった裾の巻き込み防止がついております。で、このクランクの長さが2種類用意してありまして、500のサイズで170、440、380に関しては165の長さになっております。乗る人の身長に合わせて、フレームサイズに合わせてここの長さが調整してあるということです。その他ですね、シフターブレーキレバー一体になっているシマノさん、フロントディレイラーシマノさん、
リアディレイラーもシマノさん、ギアもシマノさんということになっております。まあ、ターニーターニーですね。これブレーキもシマノさんが使われております。このめっちゃ嬉しいですよね。ここだけはシマノさんじゃないっていうパターンあるんで、まあ、ほとんどシマノさんがしっかり使ってある街乗りクロスバイクということになります。こういうところは今非常に貴重ですので、この部分を見てもこのネストバカンゼ1を選ぶ理由の一つになってくると思います。後ろのギアは7枚ですね。12丁から32丁なので 3×7 の21段切り替えということになっております。街乗りで使うんであればこの組み合わせであればもう十分と思います。ハンドルバーですね、幅が560、ステムの長さが180、60とありまして、これもフレームサイズによって長さが使い分けられております。グリップが、まあ、標準的なグリップになってます。サドルもネストさんオリジナルのシュッとしたサドルですね。まあ、見た目がめっちゃいいですよね。で、まあ、足回りですね、ホイールアルミのホイールにチューブレスレディにも対応しているということになっておりますので、こういったパーツを変えていくと金額も結構するんですけども、今パーツ自体もなかなか揃わないという時代になっておりますから、走りを良くしたいというその考えだけであれば、これチューブレスレディにするだけで軽さ出ますんで、走り変わってきますから、すごくいいなっていう風に思いました。タイヤはマキシスさんの 700×の 32C ですね。今流行りのスポーツバイクにしてはちょっと太めっていう感じです。少し溝も入ってますので全天候型のタイヤが使われてますね。空気圧は、まあ、大体6気圧ぐらいは必要ということになってきますから、2週間に1回の回し入れというのをお願いいたします。もうそれだけでですね、もう爽快な走りが手に入りますし、それに乗り慣れると空気がちょっと抜けてるっていうのも分かってくるんですよね。そういった感覚がもうぜひトラブルを避けるためにも2週間に1回の空気回し入れお願いします。スタンドやライトが標準装備されております。通常であればこの部分って全部別売りなんですよね。クロスバイクでは他の車種と比べるときはぜひこの部分合わせていくらになるかという部分で比べていただきたいというふうに思います。そしてですね、オプションもめちゃめちゃ充実しております。フロントキャリアに、まあ、それに乗せるカゴ、泥除けもフルのやつと取り外し取り付けが簡単なハーフのやつ2種類用意してあったり、まあ、リアキャリアも用意してあったりしますので、街乗りで使うっていう方はもちろんなんですけども、ちょっとねちょっと遊んでみたい、ちょっと荷物を積んで遠くに行ってみたいみたいな方にもこう対応できるようにはなってますね。価格が税込みで 59,400円ということになっておりますので、結構やっぱね、昨今のいろいろな事情によって値段は上がってきておりますが、22年モデルの中では買いやすいモデルということになってくると思いますので、注目の1台です。21年モデルと22年モデルの違いについてお話していきますけれども、違いはですね2つあります。まあ1つは価格です。価格やはりもうコロナの影響で海外で売れているとかですね、もう荷物動かすのにもお金がかかってくるとかですね、もう為替だなんだかんだいろんなことで自転車もめちゃくちゃ値上がりしております。ですので 51,700円が 59,400円ということになってるんですけれども、これまあ裏話で言っていいかどうか分かんないですけど、この自転車発表された時ですね、まあ、10月時点ではプラス5,500円の 57,200円だったんですよね。もうその後も本当も値上げのラッシュということになって、で発売時点で 59,400円ということになってますから、まあ、全部でプラス 7,700円ということですね。こんな感じなので、ぶっちゃけ僕はもうあと数ヶ月後でもこの値段かどうかっていうのに関してはもうちょっと疑ってます。まあそれはもうどのメーカーに対してもそうなんですけども、本当ね今自転車も時価と言ってもおかしくないぐらいの時代ですから、必要というのがもう分かっている場合であればなるべく早めに買っておいた方がいいんじゃないかと
ふうに思ってます。で、違いのもう一つとしてはこのボトムブラケットですね。21年モデルは VP さんの BC73 が使われておりました。今回から BSA さんのものが使われております。で、まあここなんですけど、 BC73 っていうのはジャイアントさんとかでも使われてて、めっちゃこう信頼があったんですよね。穂高さんがしっかり厳選して選んだ部品だから大丈夫とは思うんですけども、以上のように見てきました。ネストさんのバカンゼ1ですね。もう本当に昨今自転車値上がりしておりますので、この装備この価格で買えるうちにもう早めに決めておいた方がいいんではないでしょうか。